城やってまいりました。茨城の神栖です、ね、タイマスター家さんとても多いエリアなんですよ、この辺りも。今日はその中にあるケンタワンというお店にやってまいりました。前この動画見た方いらっしゃると思いますけども、すごくね性格のいい優しい女性がやってるんですよ。例えるならば、なんだろうな、まあ、芸能人で例えるとあんまり例えようがないんですけど、なんかね、小鳥みたいな感じです。小鳥みたいな感じの女性です。じゃあ入ってみましょう。ケンタワンさん優しいんですよ、ね、じゃあ行きましょうか。サワディカー、こんにちは、お久しぶり、来ました。サワディカー、はい、どうぞ。元気ですか？おかげさまで。おかげさまで、はい、ね、お店もねすごい整理整頓綺麗になってますね。いつも綺麗。電話の問題はもう大丈夫ですか？大丈夫、なった、よかった、治った、よかった。じゃあお邪魔します、はい、お菓子もねピシッと整理整頓並んでます。お菓子ね、飴ね、で花もね、お花、本物ですよ、ね、本物の花、はい、ここは4個でしたっけ？1、2、まさぎは3、はい、こっちは、私、あ、休憩の部屋ね、こっちはね、はい、そうですか。こちらシャワールームです。シャワールーム。おお。いいシャワーです。もうすごいね、石鹸の数が多いね、なんか。ソープの数が。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。すごい。ね。いい店です。ああ、いいね。トイレですか。自動です。自動トイレ。あ、電気が自動でつくんだね、これね。へえ、はい、ありがとうございます。トイレもご紹介、スイートホーム、あー、いいトイレ。じゃあ今日もね、YouTube の日本全国のタイマッサージ好きな方にご紹介しますから、はい、ね、座る、ここなん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 。じゃあお客さんは1日に多い時は5人ぐらい、3人ぐらい。そうですね、3人ぐらい。少ない時は？少ない時0。1とかね。何があるんですか？今日田舎料理。田舎料理、はい、野菜炒め、唐辛子少し入れて、豚、バラ、今持ってきます、はい、田舎料理。田舎は、これじゃあタイの根源圏の野菜炒め、はい、はい、でいただきます。じゃあ野菜を。少し辛いけど。はい。まあ、多分大丈夫だね。あ、これ知ってる知ってる。食べたことありますよ。いただきます。うわ。辛いですか？いや、全然辛くない。うん。うん。ムート美味しい。よかった。あろーい。大丈夫、大丈夫、はい、すごい美味しかった、ごちそうさまです。お、美味しいから、美味しい、美味しい、食べる、涙食べる辛い、ああ、うん、それは寒いから少し辛い食べる、辛い、うん、元気、はい、はい、ちょっとマッサージをね、やっぱりね、受けましょう。いつもと逆ですけど、そういえばタイマッサージ受けています。おお。痛い？ちょうどいいですよ、ちょうどいいんですよ。そこ気持ちいいね、今の気持ちいいですか？ここ気持ちいい、これ、おー、痛くないですか？おお、恥骨のすぐ上、うん、最近ね、そこよくやってもらうんですよ、僕。
かー、聞くねー。すごい効くなこれ。これうん、すごい効く。痛いなら言ってください。いや痛いけど気持ちいいですよ。うん、タイ語は何？ジェプテサバイ。ジェプテサバイ。うん、おおいいね、そこいい、すごくいい。気持ちいいね。うわピリピリきますそれ。うわ痛いけどかー、痛いキモいね。うん、凝ってるところは痛い気持ちいいけどね。うん、足足最高これ。待ってました。これ最近すごい好きなんですよ。はい、すごい気持ちいいこれ。か、また押す場所がうまいよね。最高。これ同じような技に見えるけど人によって押す場所が違うんでね、うまいです。かうわそれはこれ効くね。痛いけど、これはすごいね。かあ足取れそう。あすごい気持ちいい。うわこれ、クリックリってやってるでしょ。そうそうそう、センター、おー気持ちいいこれ。どうやってんのクリックリは。なんだろうね。かう、おーそこだねやっぱりね、はい、気持ちいいのはこの辺が押せたなら腰まで効くね。最高、これは気持ちいいね。コックンがすごい気持ちよかった。ありがとうございます。はい。はい、あこうだね。すごいね。あの体小さいけど力がたくさんある。痛い方。すごい効いた。
にしちゃったら柔らかくなるのかな、うん、すごい効いた。 OK、 それではいっぱい買った。気になるタイマッサージの料金ご紹介します、はい、じゃん。タイ語式マッサージ60分4500円、90分6500円、120分8500円。アロママッサージ60分6000円、90分9000円、120分12000円です。これ120分8500円は、うん、これ前はいくらだったんですか？9000円です。9000円だったのが8500円に500円安くなりました、うん、なんでサービスしたい。そうですか、サービスしたいそうです、はい、ね、優しい、うん、時間短いなら急いで過ぎるから、うん、お客さん飲みたいって言ったなら、うん、少し安くあげたい、うんうん、そう、うん、いっぱい安いじゃないけど、うん、ちょっと理由は分かりませんがとりあえずあの安くしてあげたいという優しい気持ち、ね、はい、ね、いいね、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。